はい、ということでですね、南川アルさんのオリジナル楽曲、はい、シーザーデイ、はい、聞いていただきましたけれども、ありがとうございます。いやさ、もともとさ、聞かせていただいた時からね、はい、思ってたんですけれども、はい、まあ私こんな風にね、うん、パーソナリティって形で、はい、まあ、8月から実はねさせていただいてるんですよ、レギュラーとしては。すごいです。いや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 ラジオ初めて。あ、そうなんですよ。嘘でしょ。本当です。僕の代わりにやんない。いや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 絶対ね、ゆいさんその方が数字取れるよね。間違いないよね。あの名刺渡す時の後でゆいさん。いや、あの普段はね、会社員っていうのをやりながら自分が大好きな音楽を広めたいと思って、こういうね縁があってラジオのパーソナリティとかさせてもらってるんですけどね、はい、やっぱりそのブッキングってあるじゃないですか、はい、アルさんみたいに今日みたいにありがたくもねご協力いただける方ばっかりじゃなくて。あ、そうなんですね。正直ね、その自分自身がその好きな音楽っていうのもあるけど、それ以上にやっぱりなんかみんなのこう集まれる場所になりたいっていうのがあるんですよ、企画やってる人間としては。ごめんなさいね、はい、僕の話で。それでなんか少しでもアーティストさんの後押しできればっていうふうにすごい思っていて、はい、そういう気持ちで企画もやっていて、ラジオにもご出演いただいてて、なのに、はい、どうしてもね、何のためにやってんのかなっていうふうに思っちゃう時とかあったんですよ、正直。今年の夏とか ね、まあ、ね、やっぱりコロナ禍の後とか、まあ、でもそういう時にね聞かせていただいて、はいはい、すごく思ったのが、はい、そうだよ、自分が信じた道進みゃいいんじゃんそれすっごい思った。そうですよね、はい、いや、でもアルさんのスッと入ってくる素晴らしい綺麗な高音、はい、あれさ、ファルセット使ってる？あ、使ってます使ってます。わかんないよね。あ、本当ですか。うん、あのほら極端に変わる人っているじゃない。あ、まあそうですね、はい、でもなんかすごい地声でこんだけ綺麗なさーって高音が出るのかなと思って。いやいや、なわけないじゃないですか。いや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 、そんなのわかんないっすよ。それはそうかなって僕は思ってたからさ。全然ミックス、ミックスですね。まあでも基本的には。いや、全然境界線わかんないね、はい、まあ、それは境界線をなくそうと高校生ぐらいの時に思って。へえ、あ、そういう意識だ。中学生ぐらいの時ですかね。はい、悩んでましたね。あ、中学生の時からそんな意識を高く持って自分が歌うのが好きで、うん、自分が音楽も好きだから、うん、自分がその綺麗な音楽音を奏でられないのが気に食わなくて、うん、だからですね、うまく歌わなきゃって思ってたっていうか、自分から出る音が不快なのが気に食わないから。すごいですねいやいやいや、職人だ。全然全然、突き詰めていってるところはもう職人肌だね。本当ですか。うん、いや、中にはそういうところ全然考えないで、はい、いや僕そっちも好きなんですけど、はい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 、あの自分のそのエモい部分、エモーショナルの部分だけドーンとぶつける人もいるけれども、はい、うんうんうん、そこをこう緻密に作っていくっつうのはすっごい鍛錬がないとできないもんね。いやいやいや、全然。でもその自分はそんな鍛錬みたいな風に思ってないので。全然今でもウルハマの方が多いのかな、活動としては。なんか2つのゴスペルグループって言ってしまってるんですけど、結構なんか、うん、タイプが違って、うん、ビークワイアっていうのはどっちかというとサークルみたいな感じで、ゴスペルのサークル、社会人サークルっていう感じなので、それに比べてウルハマは結構アーティストグループっていう感じになってるので。そうですよね、はい、うん、そうですね。なので、うん、ビークワイアは練習があったら行くし、私も。なるほど。まあでも今はそれコロナの影響があって、うん、ね、あんまりその練習とかできない状態だったんですけど、4月に加入してウルハマもビークワイアも加入しましたって言いつつ、ね、何ヶ月も練習ないみたいな、合わないみたいな感じだったので、タイミングとかがね、まあちょうどたまたまだったんですけど。なるほどですね。ウルハマはウルハマとしてライブやったりは、うん、はい、していたので。うん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 。それこそあれですか、なんかウルハモだけでその企画をされて、そのステージで、はい、まあ、まあまあまあコロナなんでね、今は難しいとは思うんですけども、はい、うんうんうん、されたりとかそういうこともあったんですか。ウルハモはもともと結構企業のパーティーとか、うーん、なんか市区町村の式典みたいなのに呼ばれて歌うことが多かったみたいで、うんうんうん、あとキッズクラスとかも、ワークショップのキッズクラスとかもあったので、子どもたちと一緒になんかちょっとパフォーマンスをするみたいな機会がすごく多かったグループ。もちろんライブとかもあるんですけど。なるほどなるほど。なので、うん、はい、まあ、今はそういうのが全部まあなくなってしまって。そうですよね。っていう感じですね。ですよね。まあ、うん、まあ、ちょっとコロナの話は置いとくけれども。まあでもさ、確かにそうですよ。4月に入られて、はい、ね、すぐコロナだもんね。そうですね。たまたまタイミングがちょっと。はい、いや私も企画何本も飛ばしちゃったけど。そうですよ ね、いや、はい、なんか配信とかあるけど、やっぱりあのウーハー聞いたところで、はい、あの音響すごく返り響きがあるところで聞く歌声と違いますよね。ねえ、うん、でもそれこそ、でもそれでも8月にほら
ねえ、ワンマンされたじゃない。はいはい、これもでも大変だったんじゃないですか、いろいろそのコロナの関係。そうですね、対策を最大限に、うん、まあ、120人入るキャパのライブハウスで、うんうん、まあ、現場は30人に抑えて。30人4分の1、はい、はい、そうですね、抑えて、まあ、でもオンラインメインでっていう感じで、まあ、そのカラスターとかの配信がもともと私は大きかったので、はいはい、地方の方で応援してくださる方が地方の方が多かったんですもともと。だから、まあ、むしろ良かったのかなって。現地に来られない人たちが来られなくても見られるっていう。だから、まあ、コロナでいろいろすごい良くないこともたくさんあるけど、うん、私たちからしたらその部分で言ったら、まあ、より地方の人も私たちとかを身近に感じられるようになったから、うん、まあ良かったのかもしれないなとは思うんですけれどもね。もう前向きでも本当、まあ、そうですね、はい、そう本当そうですよね、はい、確かにコロナってまあ理由付けにしたら簡単ですけど、はい、そこで何を生み出すかとか、うんうんうん、どう提案できるかとか、 そうなんですよね、はい、それってやっぱり成長につながったりしません？はい、もう間違いないですね、うん、はい、やっぱりそういう意味ではそのやっぱり成長されていかれる、努力をされていかれる、いかれたっていうその証の中で、うん、ねえ、ちょっと戻るけどさ、はい、もう一番くんもうね食いついちゃったさ、紅白よ紅白もそうだし、はい、カウントダウン TV もそうだし、日食夏子さんとかさ、はい、すごいね。これはあれですか、サークルのその人間関係とかそういうなんかご紹介とか。まあそうですね、これバックコーラスだったんですよね、ここ事前に伺っちゃったけど。はい、バックコーラスです、うん、ちなみに紅白って誰のバックコーラスだったんですか。同じくラッドウィンプスさん。なるほどね、はい、あ、そういうことか、はい、あ、なるほど。じゃあもう本当にラトウィンプさんにすごい気に入っていただけたっていう感じ。いや、私がじゃないですよ、私がじゃないですけど、まあそのもともとこれもビークワイアのもともとは、うん、はい、うん、つながりだったので。なるほど。ビークワイアさんがもともとなんかもうちょっと、うん、夏、うん、この去年の夏か秋ぐらいに、うん、M ステでまずバックコーラスをやってらして。ごめん書いてなかったけど、それは私にです。あ、なんだ、ね、その時は、はい、でもそのつながりで、うん、その11月12月とポンポンと、じゃあ同じ人たちにお願いしたいみたいな感じで声がかかったみたい で、 なるほど。でたまたま11月の時は私も、はい、声かけていただいて、そっからでも1回出たらもう12月の紅白に1月のカウントダウン TV にって感じだ。そうですね、まあ、でもこれ実はカウントダウン TV も年末で、うん、だから紅白歌合戦終わって、うん、そのままあれか、TBS に行ったんです。年明けのやつか、はい、すごいすごいもうまさにあれじゃないですか、売れっ子歌手の通る年末年始。すげえすげえ、おかしいな、すごい、どうしてどう、ね、ごめんごめんね、担当直人に聞きます、はい、どうでした。いや、売れっ子になったのかなってみんなで言いながらおかしいねって、どんなアーティストやねんって、どんなアーティスト生活しとんねんみたいな感じでみんなで言いながら向かってました。いや、でもそれはねされた方じゃないと体感できないことだから、はい、もうその時はそう思っちゃって OK。 いやいやいや全然ですから。でもほら紅白なんかさ、はい、紅白もそうだしカウントダウン TV もそうだけど、はい、特に年忘れライブでしょ、はい、もうバッタバッタだったんじゃない、楽屋とか。いや、まあそうですね、もう私たちはでも、まあ、本当に一番一番一番下っ端なので端っこでスンって、アーティストさんたちがもうバラ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 ってしてる中、私たちはもうスンって後ろでスンってしてました。じゃあでしょ、多分細川隆の横とかでこう写真とかしてねえよ。でもどうでした、やっぱりそういうほらもう今いわゆる今もうそれが正解とは言わないけれども、はい、第一線に出てる方、そうです、うん、それこそもうね、はい、メジャーにも上がられてる、テレビにもバンバン出てらっしゃるような、はい、もうすごい売れっ子って言われるアーティストさんたちを目の当たりにされたと思うんですけども、はい、なんか感じることとかってなかったですか。キラキラでした。キラキ ラ, キ ラ, キラ、はい、それさ、ゆいさんさ、はい、ナナミンも言ってたよね。言ってました ね, ね、音楽チャンプ出た時にさ、音楽チャンプの、はい、決勝に残った前の前の回かな、はいはいはい、時に残った、清水ナナミさんって方が僕のラジオ出てもらった後に、はい、鎌倉 FM の、はい、アシスタント、レギュラーのアシスタントになったんですけども、はいはいはい、その子が出た時も、芸能人見てどうだった、実際成功された方見てどうだったって言ったら、キラキラしてたって。そうなんですよね、そのキラキラした世界に早く行ってください。頑張ります、ありがとうございます。
まあね、将来的な話ってことになると思うんですけれども、はい、まあね、コロナのね、影響あるからなかなか現場っていうのも難しいと思うんですけれども、うん、はい、やっぱり今後のその企画じゃなくてごめんなさい、現場っていうのはなかなか、ライブっていうのはなかなかまだ決まりかねてる状況。そうですね、まあ、いくつかお話いただいていたりっていうのはあるんですけど、うんうん、まあちょっとどうなるか微妙だなみたいな、もう確定 100% 確定、この日この日定で確定ですとはちょっとまだ言えないものばかりなので、うん、ちょっとSNS でゆくゆく告知を楽しみにしていてくださいという感じでお願いします。そうですよね、はい、まあ、ちなみにですけれども、はい、僕もこの後お声掛けさせていただきますんで、ぜひ、あ、はい、ありがとうございます。大きいのを構えてますんで、ぜひお願いします。はい、ぜひメインゲストでお呼びしたいと思ってますんで、それもお楽しみということでございまして、はい、で今お話出ましたけど、そうそう SNS もねされていらっしゃっていてってことで、はい、ツイッターとかかな。そうですね、まあ、このコロナ期間に入って、まあ、自粛期間に入って、ええ、SNS にすごく力を入れているので、ね、ツイッター、インスタグラム、うん、YouTube、TikTok、うんうん、あと配信アプリのカラスターとか、うん、ビゴライブとか、うん、ビゴ ね、はい、ビゴよくされてらっしゃいますよね、はい、遅くまでされてるよね。ちょっと夜行性なんですよね私早い朝起きれなくてうん、うん、夜の方がいろいろできるのでちょっと夜行性なんですよね、まあ、でもまあ、夜の時間にこうクリエイティブな方とか想像される方っていうのはやっぱり夜の時間帯って大きいですよね。そうなんですよね、うん、静かな夜、うんですよね、集中できますね。ですよね、はい、40運歳のおっさんが夜を起きてると考えるのは過去のことしか考えないんだけどまたやっちゃった。でその SNS もそうなんですけれども、はい、その先ほどねご紹介いただいたオリジナルのね、はい、楽曲シザで、ね、はい、こちらの方もまだというかもう絶賛、ね、配信中、ね、はい、それこそもうほぼほぼ全部のですよね、サブスクリプションで、うん、はい、配信されてます。サブスク系全部いけますもんね、はい、こういったあれですよね、確か、作詞がアルさんで、はい、そうなんです。他の方ってどういう方関わってらっしゃるのかしら。前回はファーストワンマンライブの時に、うん、全部カバー曲でやったんですけど、見てくださっていた知り合いの方が、アルちゃんワンマンとかやるんだったらオリジナルが一曲やっぱあると引き締まると思うし、違うと思うから、よかったら作らせてくれないっていうお話をいただいて、それで、まあ、それきっかけで去年の12月ぐらいから動いて、うん、お話なんですけども、なるほど、作曲が、うん、作曲と作詞のお手伝いが前田雄太郎さんという方で、あと編曲をノクさんという方にお願いして、はい、まあ、それこそそうそうたる方じゃないですか。そうです ね、はい、いや道理でね、やっぱり拝聴させていただいて、はい、すごくこう声うまく生かされてるなって、そのメロが ね、はい、ね、うん、すっごく綺麗なメロじゃない、はい、でここはアルさんの才能かもしれないけれども、はい、いわゆる音符、メロディーに合わせて文字入れて、はいはいはい、言葉入れてくじゃない、はい、うん、そこの部分がほら、たまにさ、キュッてやっちゃったな、この人っていうようなさ、うんうんうん、時あるけど、はい、ないね。いや、ありますよ。息吸うとこないみたいな。ああ、できてますよ、それは。でも、そこの部分はあるかもしれないけれども、聞いてるこっちからすると、はい、うん、言葉が無理やりっていうのがないなと思って。ちゃんと日本語が日本語として伝わるようにっていうのは、すごく一番大事にして考えた部分です。なるほどね、はい、やっぱりそういう部分大事、やばい職人だね。いやいや基本職人ですねなんでですか今日のホットワードになったねとか勝手に言ってるけれども、はい、なるほど、だそういうそうそうたる面々の方々に、制作陣で入っていただいた楽曲、はい、うん、シザで、はい、絶賛好評配信中ということで、配信中なので、うん、そちらももうね、はい、いっぱい聞いていただける、ね、いただけたらと思います。いやでも本当にね、ぜひね皆さんね、この後 YouTube の方もね、お聞きいただければと思いますし、はい、うちの公式のねチャンネルの YouTube を聞いていただければと思うんですけども、何よりアルさんのとりあえず SNS もう全部チェックして、はい、本当に素晴らしいから、うん、フォローしてくれたら嬉しいです。ただ一つだけごめん、ビゴやり方わかんねえ、以上です、まあ、配信アプリはね全然いいですけど、うん、YouTube も最近登録者数が1000人を超えて、ね、ありがたいことに少しずつ伸ばせていけたらなと思ってるので、あれちゃんと目標のとこまで行った。いやもう時間があと2000、あれでも達成したんじゃなかったの、2500時間ぐらい足りないです。よし、みんなで見よう、お願いしますぜひ登録してください、垂れ流してください、私の YouTube を拡散拡散で、はい、聞いた方はもう1日1拡散ですね、はい、お願いしますぜひあと大丈夫ですか、はい、告知の方は。そうですね、うん、SNS をフォローしてください、以上です、はい、フォローしてくださいお願いします。私はフォローしてます、ありがとうございますすいません、はい、まあそんなこんなでもう早いよゆいさん、早いよ、あと2時間ぐらい通過しよう
うなずいてるけど、またマッチョやりよったって顔してるけれども。いや、本当にでも、アウさん、今日は素敵なね、お話、そして素敵な楽曲、本当ありがとうございました。いや、こちらこそ。もうお呼びして、本当にお呼びしてお越しいただけて、本当に私嬉しかった。いや、もう本当に恐縮です。こちらこそありがとうございます。でも今後とも、末永く、ぜひお力添えいただければと思いますんで。はい、こちらこそ。うん、さあ、今日は本当に素敵な話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日のゲストはですね、素晴らしいアーティスト様、南川アル様、お迎えしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。